こんにちは、アンナです。今日はリンちゃんの話をしたいと思います。リンちゃんは佐藤くんに飼われている猫ちゃんで、スースケたちをいつも窓から見守っています。リンちゃんは今年で7歳になる女の子で、サトくんにとても懐いていて、サトくんに抱っこされるのが大好きです。それとサトくんにふみふみするのも大好きです。サトくんがお風呂に入っていれた。いつもお風呂の前で待っています。野良猫だったりんちゃんは、7年前にサトくんに保護されました。それからずっとサトくんと一緒です。リンちゃんはいつもお家の中でゴロゴロしています。暑い日は変な格好で寝ていることもあります。リンちゃんはもう大人だからあまり遊ばないんだよって佐藤くんが言ってました。でもりんちゃんは時々佐藤くんに連れられてお外へお散歩に行きます。りんちゃんはお散歩が大好きで、お散歩の時は元気に動き回っています。りんちゃんってワンちゃんみたいだね。あれ、りんちゃんが玄関でさとくんのお靴をクンクンしているよ。りんちゃんはさとくんの匂いが大好きで、よくさとくんのお靴の匂いをクンクン嗅いでいます。さとくんの匂いを嗅ぐと気持ちよくなってゴロゴロしちゃうんだよってさとくんが言ってました。ちゃんは今度はさとくんのリックの匂いも嗅いでるよ。リックの匂いを嗅いでまたゴロゴロしています。そんなりんちゃんは今日もスースケたちよ窓から見守っています。りんちゃん、いつまでも元気で長生きしてね。じゃあ、今日はここまでです。またね。
バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。